久保さんはげてきましたね、僕はね。薄くなってきましたよ、髪の毛が。今回はですね、うん痛みがあるから快楽があるにしましょうか。痛みがあるから快楽があると。久しぶりにですね、あのー、長距離運転しましてか、肩がパンパンですね。で、まあ このね、コントラッテっていうねコンラッテまあこれの肩こりまあちょっと飽和できるみたいなこれあるんですけどでこれ結構良くてこれはまあレビューした動画は結構回ってるんですけどあのー、でもなんだろうなこ,これをしてから僕マッサージ屋さんにあんま行かなくなったんですようんであのー、まあまたマッサージ 今日行っってこよよううかなと思うんでですすけどやっぱ気持ちいいんですよね久しぶりに行くと。だからなんだろうなマッサージの価値ってうん痛みがないと気持ちよくなれないですよね。ああ、改善ああ楽になったみたいな。最初から楽だと楽になったりなんないですよね。<laughs> だからあのマッサージの,あの気持ちよさを体験するためには。 肩こりしないといけないいいいとけっていうねこれなんかなんか見方を変えるとなんか七不思議だなっていう <laughs> ね <laughs> あの価値を体験するためには辛くならないといけないっていうね <laughs> 辛くなればなるほど気持ちいいんですよああそこみたいな面白くないですか <laughs> そうマッサージの価値を最大限に活用するためには肩こりをするっていう これ面白いですよね。まあだからあの楽をするうー気持ちよくなるうそのためにはやっとってよかったなっていう辛い思いしとってよかったなっていうのがないと人肩こりとその人生においても一緒でその楽をしたいんだったら辛いずなんだろうな。うん みんな楽だったらいいなと思うじゃないですか。でも楽だったら楽は感じれないですよ。これ人間の多分あれだと思いますね。楽だったら楽を感じれないっていう。うん。なんだろうな、例えば、うん、あのー、大富豪の家に生まれてですよ。大富豪の家に生まれて、あ、あのー、お金にここ、あのー、 なん,だん多分その100円の価値って違うと思うんですよ貧乏の家に生まれた人と大富豪に生まれた人って100円そのものは変わらない貨幣として1万円は変わらないんだけどそこにで感じれる価値だったりとか得られる価値って違うと思うんですよねこれは感情の部分なんですけど市場市場価値は一緒ですよ 1>, まあ1万円払えばそれ相当の,あのものは買えるんだけどもそこに生み出される感情の価値っていうのは違うと思うんですよねこれね非常に面白いですよね感情の価値っていうその市場に出てる製品自体は同じもの手に入るんだけども得られる感情の価値が違うっていうねうんうだマッサージもね一緒で まあお金払ったら大富豪でも貧乏の人でも別にま,あまんべんなくね、マッサージは受けられるわけですよ。だけど、得られる感情の価値は違いますよね。肩こりめっちゃしてたらうわーみたいになるし、全然、全然肩こりしてないのにマッサージしても、なんかその、ああ、楽になったっていうのは多分なんないと思うんですよ。だってもともと楽なんだから。<laughs> そう。やっぱね、あの、楽をしたいと思うんだったら、やっぱ、あの、 ある程度その辛い思いというか、やっとってよかったなって、あの時やっとってよかったなっていう、なんだろうな、歯を食いしばるような期間が僕は必要だと思いますね。うん。逆にそこがあればあるほど、楽を感じることができると。うん。なんかまあ、動画もこんだけやっとってやってるんで、久保さんも僕も動画を撮ることは楽なんですよ。でも、 僕と久保さんの局地に行ってない人は動画を撮ることが辛いんですよね。うん、だから人生楽にする方法はやっぱ、うん、あの時やっと手終わったなっていう自分で自分を誇れるようなあ区間がないと、うん、難しいんじゃないかなと思いますね。 Gracias.